はいどうも、メンズ赤星です。どうも、サクサクミルク赤崎です。はい、ザ・シーツの瀬尾です。おおー、よろしくお願いいたします。全員コンビ名名乗って、はい、行きましょうか。ね、今回はラーメン影武者ということで、はい、影武者ね、影武者でございます。有名ですね、秋葉原の店舗でございます、うん、はい、ね、東京メトロでいうと銀座線の末広町の方が実は近いんだけども、うん、まあ、秋葉原から歩くとまあ5分ぐらいで着きますよという。もう全然近い、ございます。まあ、秋葉原に寄ったらね、ちょっとすぐ寄れるというね、うん、で2010年にまあオープンしたですね、はい、うん、実は老舗中の老舗で、老舗かい、老舗なんですよ。二郎系の中では、そう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 、10年っていうのはなかなか、秋葉原の中では一番古い二郎系です。あ、そうなんですね。そうなんです、で食券から見ていきます、はい、しょ、ラーメン、味噌ラーメン、油そば、つけ麺、辛い系ラーメンなどね、結構デフォルトのラーメンが多いよということで、はい、ございまして、で、まぁ、今回選んだのはね、通常のラーメンと、右下の方にある粉チーズを押しております。うん、まぁ、チーズ好きなんでね、はい、そうね。いや、まぁ、うまいですから。まず、めちゃくちゃこちら野菜とニンニクと油はマシマシにしておりまして、粉チーズはまあ50円で足せるんでね、買ってください。おっとっとっと、ね、でさらに辛めにするときはね、あの卓上にボトルがあるんでそれを使ってねということで、あ、もうかけ放題。そう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 、ちょうど長野県ぐらいの大きさですねまあまあ、あの形がね、形が、大きさが、大きさな、大きさ絶対違うだろう。でもね、あの僕はこう思いました。こちらなのではないかと。いや、そう、いやいや、なんだなんだこれこれ後ほどね、すぐ出しますけども、うん、僕はこう命名しましたね、地層豚ではないかということでね、地層がはっきり見えたんでね、長野の地層ですか。地層豚です。長野の地層、地球に乾杯とかに規模でかいな言ってますね。長野から地球にこのワード好きですよ、僕結構はい、地球に乾杯。あなたが作ったかな。はい、まあ、いやいや、番組名だけど、ね、あ、あったっけ。そうなんですね、なるほどね、番組の曲名かな、うん、曲名もういいよ、ね、いいですか、いいシャキシャキ野菜とね、はい、あのモワモワ油が美味しいよという。モワモワ油、モワモワ油で、早速その辛めボトルをね、もうふんだんに、かけています、うん、はい、まあ、チーズにこうやってね、黒いところが染み込んで、まあ、美味しそうですね醤油チーズ、美味しそうですね、手が、うん、うまいと。あ、美味しそうってか、うまいと、手がうまいんですよ、はい、あーはー、かき込んでいく。そして、まあ、ニンニクなんですけども、アップル醤油、一回醤油ね、二回醤油、ちょっと申し訳なさそうに、こう肩が上がってるけど、どうしたんかな、っと自分のことでしょ、ね、そうね、鮭野菜だけでこうニンニクを食い尽くしちゃうよというね、麺はいかずにまだ、もうこの段階で、そうニンニクだけは味わいにしてるね。そしてまあスープは非乳化系のちょっと結構ライトスープなんで、はい、飲みやすくて、しつこくない、まあ胸焼けもしないんじゃないですかっていうね、なるほど、感じでございます、うん。さあ、そしてね、これ麺ね、いいよ、うわ、たっぷりと、いいよ、湯気がすごいな、おいしょ、うっとっとっとちょい、ね、いきましたね、疑問のみ、ま、あ、いやいや、つるつる、しこ、しこでね、もう飲むようにこう、すすれる、飲むようにすすれるんですね。あれ、ザキさんとか行ったことあるのかな。ありますよ、僕は、はい、もう、あ、私もあります、ね、あ、ありますか、はい、あ、みんなじゃあ知ってるの、全員行ってる、はい、あの、茹で前200の茹で後400という、意外と結構ヘビーなんで、お気をつけいただきたいと思います。秋葉原でバイトしてたんで、あ、まあ、あ、そう、ね、まあまあまあ、休憩中に行ってました。おーおーおー、そっか、そんな近いのか、長いことね、あー、そうだ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 、まあ、すっきりしたスープの時こそブラックペッパー効かせてほしいということで、うんうん、そうですね、ダイナミックな角度で撮っていきますが、うん、アナログな撮り方をしてしまうね、これ三脚をこの日忘れてですね、あ、そうだ、久々に携帯をうまくバランス取って立ててますんで、この日ね、だから下からのアングルが、そう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 、店長さんね、うん、ちなみに僕は2年前に普通に訪問した時のことを覚えててくれて、マジですごって思って、どんだけ変な客だったの確かに印象に残るってことはね、普通に言ったんだけどね、そんないい店長さんのいる、店舗で修行された方が出したお店がラーメン忍者というか、あ、はい、なるほど、そうね、系列店もあるので行ってみてください、うん、ね、ごっつぁんでーす。おー、ということで、はい、うーしょい、よいしょ、ね、ちょっと下からの、ね、角度になりましたけど、うん、だけで戦闘力じゃない、マシマシレベルと水泳ケースね、いいから88.28、やっぱね、少数点か、これ、はい、角度の末裔感を出したのか、あ、影武者は、そっちで行こうかなと思ったんだけど、いやいや、違います、週刊少年ジャンプの方です、あ、え、そう、影武者徳川家康、あ、いやいや、そっちですか、あれをちょっと思い出す強としたの、いや、違う違う、まあ、赤星ね、徳川義信さんのね、まあ、松江だから、まあまあ、ひおじいちゃんのね、徳川義信ですけども、昔も影武者にお世話になるね、今回も影武者にお世話になるね、祖先がね、祖先があれ、結構いいこと
ったいいこと、うまいことじゃなくていいこと言ったんですね。いいことじゃ、というね、影武者、皆さんも行ってみてくださいや。むしゃい、むしThank you.